どうも、こんばんは、エヌムです。今回は東京ぐるりインボーク人を喰らうもの、前回カネキ編をやったんで、今回は10日編やっていきたいと思います。使っていくパーティーなんですけども、ちょっとマイク遠いかな。こちらですね、青木リパーをちょっと、まあ青木リパーって言っても今回あのグループっていうくくりがないんで、まあこんな感じただ配置するだけになるんですけど、まああのヤモリがね2体いるのがちょっと気に食わないんですよ。ここにほんまはアヤト入れたかったんですけど、なんかね、あの僕アヤト何枚か持ってたはずなんですけど、なんかいないんですよね。てかアヤトの SSR ちょっともうちょい多くしてもいいんじゃない、うん、と思いますけどね。フェスゲンにぜひアヤトを入れてみてはと僕は提案します。はい、行きましょう。まあ、結局いつものパーティーでやると、まあ、相手にターンが移らないままっていうか、あんまねその押してるだけで多分勝っちゃうので、まあ、これも同じだと思うんですけどね。まあ、ここにいるキャラエトとこの真ん中のあのアキラ説ヤモリ以外は使ったことが僕はありません、リニューアルされてからね。とりあえず行きますか。誰を自分戦ったらいいんだろう、わかんねえな。とにかくノロが前衛だったと思うんですよね。でノロとアキラ説ヤモリが前衛で、武器耐久値を下げるのがノロとタタラはどうだったんだろう。ちなみにですね、これ育成全然しないので武器レベルもう両サイドの2人多分4とか3だと思うんだよね。ラストターンがきついかもしれない、もしかすると。え、待って、これ2層だよね。まだこれまだ2層でこんなクソ硬い錦出てくんの。死にたがりか君。おお、かっけえ。そうか、なるほどね。これ前衛であいつを削りたくないんだよな。でも前衛、ノロの前衛がなかったら、ちょっと錦は何してくるか分かんないんだよな。とりあえずタタラで殴って、ヤモリで殴って、あー微妙いなこれ。前衛使うことになりそうだけど、ちょっとノロでこっち殴って、武器耐久値じゃねえわ、あの行動パターン回復して、でまた錦殴って、あーしゃねえ、ヤモリ行こう。あ、ヤモリも一応武器耐久値を下げる効果はあるんだね。全然知らなかった。でもマイナス2だからな、これがねマイナス3だと結構でかいんですよね。これ2と3の壁っていうかさ、差はさ、あの言ってたじゃん、99点ちゃうわ、あ99点と100点のさ、なんだっけ、滝沢が言ってたじゃん、1じゃねえみたいな、ああいう感じなんですよね。武器耐久値をマイナス2させると武器耐久値をマイナス3させるのね、差はね1じゃないんですよ。やべえ、これ全員ブレイクしちゃった。そうか、何してくんだろう。あーどうしよっかな、これどうしよっかな、これ打たないでおくか。いや、まあ打ってもいいんだけど、エトのカグネじゃねえわ、あれ貯めといてよかったんですけど、ちょっとエト出してみようか。あーこれエト2回貯まるな。うっ、貯まんなかった、マジかい、たまんなかったんやが、まあええわ、人全部使ってしもうたけど、とりあえずこれで、まあ、相手出血状態にできるヤモリのスキルを打ってもよかったんだけど、耐えれるやろ。ああエト行く、お待って、お待って、俺10日の攻撃モーション初めて見たけど、カグネめっちゃ飛んでったで、マジか。音出てもよかったね、あのジャラ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 っていうメダルゲームのメダルが落ちてくるみたいな音ね。ヤモリかなりね武器レベル上げてるんで、あれなんすわ。あ待って、これそうか、ブレイク、あええやん、ブレイクしとるやん。あ武器耐久値あいつ回復したのか、どうか1回。OK、いいね、ちょっと一瞬ヒヤッとしたけど、遊びにしてくれ。 BGM もこれ変わってるのかな。
はい、ということで今回はヒトクラムの10日編、いつもと違う青霧パーティーで、挑んでみたんですけども、まあいいですね、いつもみたいななんかこう強化してるキャラクターだけをガチガチに固めてやる戦い方よりかは、まあ、多少考える必要もあって、まあ、なかなか やってて面白いとこはありますね。これが周回になると向こうのパーティー使うんですけど、はい、というわけでですね、というか周回するあれ足りなくない時間、俺これ今撮ってんの土曜の昼過ぎですけど、あと1日2日ぐらいでこれ回んなきゃいけないの、まだ蟹剣も終わってないんで、まあコツコツ回りたいと思います。というわけでまた次回の授業動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。